昼ごはんね。うん。しゃもじ。あばあちゃん、甘酒飲んだ？飲んだ。うん。じいちゃんも飲んだかね？飲んだろ。いたないの。飲んだから飲む。うん。このしらすご飯は、うんと好きじゃ。このご飯炊き立てやりよった。ないね。このぐらい食べますか。うん、食べます。出しとかねえかな、これ入れたら美味しくないかね。でも出してご飯を出した方が美味しいって言うけど、出して冷ましてそれぬくめてで美味しかったと思ったら試しがあんまりないような気がするけど。じゃあ置いとこうか。うん。冷まし急激に冷やさんといか、あんたここにあった。何が？うん。これ入れすぎかな。まあ、あったら食べるけどね、美味しいき。っていうか、まだシャリシャリ言うやん。溶けてないやん。いいよらんて。あと言わん。いやいや。シャリシャリ、どう考えてもいいやん。うん。固まっちゃうやん。今朝から出しとったけどね。とてもこれ、冷凍せんと食べれん。溶けてないやん。下が抜くご飯やけ。うん。全部食べ過ぎやね。食べ過ぎでもないよ。あ、食べない。まあでも残しとかんと食材は入れよ。売店の方が言うたやが、うちの孫なんかこれ一袋食べるでね。どこの売店かね、わからないけど。浜の方。うん。まあ言うたろうか。わからんけど。500円のパックを全部1回に食べるってね。食べるよこれ、何もでも食べれるで。そうなんですか、言って言う。食べれる食べれる、美味しいもん。今日入っちゃったらいいね、タケノコ。大事な食材、食料源。うん、大事な食材あったらいいね。うん、それ買い物に行きとないね。それね、やっぱりこうね、自分らでこう手に入れれる食材らがやっぱりもうちょっとした板戸にも出るけど、そういうものを大事にしていきたいね。そんなもんだけではいかんけど、まあ、田舎ならではで自分で調達できるのは野菜とか畑類とかほら、まあ、いかに大事かと思う。けど カルシウムとかあんなものとなんて関係、うん、お魚とかお肉かお魚かは絶対買いに行かないといかんけね。まあそうやね、それもいるわいるわね、うん、それ何を入れたの？お醤油と、うん、柚子。はい、それだけ。お醤油と柚子とあれをちょっと入れちゅう。あれって何？きびのお砂糖。どれぐらい入れた？砂糖少し。醤油と柚子はどれぐらい？もう少し入れたかいなんかわからんくらい。はい、ほらもう好みによって甘いの好きな人は受け入れても構わんやろ。でも入れたか入れたか分からんような量ではないと思うけど、醤油と柚子はこれ。甘いの好きな人は受け入れたらいいし、全然入れん人もおるろうしね。まあその味覚に合わせてよね。そうです。それと、うん、それとおつゆね。朝のご飯やった。お父さんが朝食べた残りやった。うん。あれ、また花が変わっちゃうね、これ。何この奥の花、蘭みたいな。ツツジの石やと思う。あ、そう。白いで？そう。うん。
山と土のね、一緒やと思う。そうなんや。おばあちゃん、おばあちゃん、どこ？はいはい、どうぞ。おばあちゃんは持ったほうがいいの、好きだけど。しらそのね、はい、あの、どんぶり。はい。たくさん入れてる。うん、たくさんやね、かなり。で、椎茸と、春菊と。あ、春菊。椎茸と春菊とお揚げと。はい。じゃあね。はい。と、卵。はい。食べて。おばあちゃんもちょっと食べよ。